白鷺殿。あんたたちよかったよ。お代はいいから好きなだけ茶まんじゅう食べていっとくれ。どうでしたか？初めての人前での演奏は。ああ、ええ、その、なんというか。どうなさいました？拙者の笛があのように人々を笑顔にすることができるとは、このような形で民の役に立てるとは夢にも思わず、ひどく感激いたしました。本に純粋なお方だ。影綱様、一度以前お仕えしておられたご主人様のもとを訪ねませぬか。あ、どうした？もう腹が減ったのか？こたびは突然のお目通りをお許しくださり、誠にありがとう存じます。影綱、表を上げよう。無礼を承知で再びこの城に足を踏み入れましたこと、何卒お許しくだされ。何を言うか、無礼なことなど何も。本日は拙者の笛とこちらの白鷺殿の舞をご上覧いたしたく参上つかまつりました。白鷺殿は拙者の笛を必要としてくれる大切な同志でござる。そうか、帰ってきたのではないのだな。それは楽しみだ。ぜひ聞かせてくれ。行為。ではご覧ください。影綱、新たな居場所、新たな同志を得たこと、喜んでやらねば。全ては僕の不甲斐なさが。でも、いや、政宗様、政宗様。なぜだ、お主はなぜ僕の元を去ったのだ。なんだこれを。
私たちの見せ物が眠りを誘うほど心地よかったと見える、うん、そのまま安らかに眠っておれ。白鷺殿、一体何を。何？何やつです。なるほど、ご先祖様か。狙いは明竜眼ですか。そんな。いかにも、おとなしく渡さないのならその目をえぐってでも手に入れる。白鷺殿、おやめくだされ。どうか正気を取り戻してくだされ。なんということだ。家臣自ら敵を城内に招き入れるとは拙者。四代目、これは。この者が全て手引きをしていたのです。音楽は本来人の心を安らがせるものなのに。可月なを利用したのか。騙し甲斐のないアホであった。カゲツナ、許せませんね。ご先祖林。なんだ今日のメンバー。美和村、バンドやろうぜ。和太鼓ツナ、お姉たまに真の像を捧げちゃうよ。鼓ヨッシー、力を尽くすよ。そしてボーカルは私ヨリー。あ、四代目、一体何を。さ、十七代目は舞ですよ。舞、花月な殿もこちらへ。バンドに参加なさいませ。この伊達を守るため、当主のために、今こそ笛を吹くのです。できませぬ。花月な、この事態すべて拙者の不徳の致すところ。共に戦うなどもってのほか。今すぐこの笛を折り切腹いたす。よせ、カゲツナ。いつまでもグダグダうるさい。カゲツナ、当主の危機に家臣が自分の失態を気に病んでいる場合か。クロード、カゲツナ殿、我らは所詮すでに生涯を終えた者。今の伊達家当主と時を同じくして生きるのは家臣であるそなた。そして十七代目も今の伊達に生きる者らと向き合わねばなりません。互いのほころびを許し合い未来へ進めるのは今を生きる者同士なのです。はい。我らすでに命を得し者、今を生きるはそなたとそなた。ほころびを許し合い共に未来へ、互いの手たずさえて伊達を守ろう。カゲツナ、笛を頼む。政宗様。僕は舞う、伊達を守るために。いざショータイム。は、面白い。
周期、旋律の重なり。いいですか皆様方。ベンベンベンだぜ。ポンポンポンだぞ。どんどんどんだよ。しまった。無念だ。久しぶりのギーグ、暑かったな。定期的にライブやろうよ。すまない、一箇所リズムを外した。大切なのはグルーヴです。お気になさらず。カゲツナ、戻ってきてくれ。政宗様。お主がいないと僕は寂しい。寂しくて辛い。カゲツナがいなくては伊達の危機だ。はい、御意にございます。じゃあな。ではまた。帰るぜ。おれ。白鷺殿が。あれが奴の。お二人は姫たちを。分かった、承知。17代目。はい。ご先祖合体。では、笛を頼む。承知。兄ちゃまったら、あれ以来すっかり踊りにはまっちゃって。よきかな、よきかな。よし、わらわも一つ歌うとしよう。おーおー、まじめ。メゴの歌、なんと独創的な。マサムネ様、気づかれぬうちに避難いたしましょう。そうだな。うわっ、ミリが、ミリが。